お、千鶴、こっちぜよ。おう、おまんに会うがも、かれこれ一月ぶりくらいかい。今日はよう来てくれたにゃ。呼び出しの手紙をやったがはよかったけんど、新選組の連中が破り捨てちゃせんか心配しよったがよ。相も変わらず野蛮な連中やにゃ。俺がおまんに手荒なマネラせんち、やつらもよしっちゅうろうに。いやいや、まっとうせや。会うたんびに俺が事件の渦中におるらって思われるがは心外ぜよ。今回はただ単に俺がおまんの顔を見たかっただけやき。どうかしたかい？おう、もちろんぜよ。惚れた相手に会いに来るがに他に理由が必要かい？まあ会いたかった自由がもう間違いのない俺の本音ながやけんど、それだけで呼び出したち知られたら今後二度とおまんと会わせてもらえんようになりそうやしね。やっぱりそう思うろ？ということでちゃんと本題は用意しちゅうき。実はこの間会うた時に見せ損ねた面白いもんを見せようちょうもてよ。見たらおまんきっと驚くぜよ。あ、けどその前に、さっきから怖い顔しちゅうけど俺らと一緒に茶でも飲もうぜよ。いつから気づいていた？そりゃ最初からよ。新選組がこの娘を一人で俺のところによこすはずがないよ。相変わらず抜け目のない男だ。すまなかったな、雪村君。勝手にこちらで監視していた。坂本に警戒されても困るし、本来は姿を見せる気はなかった。だがしかし、こうも堂々と呼びつけられるとは。そりゃ俺も二人きりがええけど、裏でこそこそ覗かれる側も嫌やろ。せっかくやき、おまんもここで同席したらええき。それで雪村君に何の用だ？返事によってはすぐに連れ帰る。まあそう急ぎなや。焦らんでもすぐ見せちゃるき。これは、
いや、これはエアノーテ。長崎で撮った写真ちゅうがよ。そうそう、それよそれ。ほら、もっとちゃんと見や。男前に写っちゅうと思わんかい。ああ、男前かは別として鏡に映る坂本の姿そのものだな。そうやろ。あ、けどこの写真ゆうがはただ目の前を映す以外にも大きな意味を持つ技術ながよ。例えば遠く離れた景色や遠の昔に消えた風景さえもそのまんま伝えられるがよ。まさに未来につながる新技術ぜよ。おまんらもすごいと思わんかい。怖い。なんで？よう知らんもんが怖いがは当然よ。何もおかしなことやないき。けんどそこで立ち止まったら進歩はないぜよ。これも言うたらガラスの板に光を焼き付けて紙に映しただけ。ちゃんと教わったら狐に化かされたち言うわけやないがはすっとわかるろう。手順さえ間違わんかったら俺らにも扱える技術なのよ。簡単に言ってくれる。今の姿をそのまま残すか。面白い。それってつまりはこの俺の見事な筋肉も後の世に伝えることができるんだな。後の世に伝える筋肉とは一体。やめとけ相馬。真面目に考えると新八になるぞ。そうかな。むしろ何も考えないと新八さんになるんじゃないの？確かにそうだな。新八はついこの前も武田と口論して言い負かしちまいやがったしな。その割に賢い印象が全くねえあたり、普段の振る舞いってのは重要だな。おい、こら、聞こえてるぞ佐野。俺が普段は何も考えてないみたいじゃねえか。それで雪村先輩、その写真というものは浮世絵とはどう違うんですか？つまり見たままの情報を伝えるには写真の方が有用ということだ。なるほど、それはすごいですね。山崎くんの説明ってさ、これっぽっちも面白みがないよね。説明に面白みなんて混ぜても仕方ないでしょう。それより沖田さんこそなぜここにいるんですか？食事は部屋まで運びますから。
体調が落ち着くまではゆっくりと寝ていてくださいと言ったのに。部屋に閉じこもってばかりの方が体に毒だと思うけどな。何？君まで口うるさく言うわけ？冬が終わって暖かくなってきたからさ、むしろ最近は調子がいいぐらいだよ。あまり無理はするんじゃねえぞ。調子が悪かったらすぐ言えよ。はいはい、分かってますって。話の種にもなりそうだしよ、一度は写真に写ってみてえよな。何しろ俺たちはいつ死んじまうかもわからねえし、そうなっちまう前に絵姿を残したいじゃねえか。新選組最強の剣士長倉新八はこんないい男だったってな。縁起でもねえこと言うんじゃねえよ。俺はまだ死ぬ気はねえんだから。新八さんが最強かは別として、みんなの写真がどんなのかは見たいよね。だろだろ。噂じゃ今日にも写真館があるらしいし、今度連れ立って行ってみようぜ。それなら寺町通りにできた写真館ですね。確か祇園にもあるって聞いたぜ。写真ってのも案外儲かるみてえだな。俺は写真撮影なんて断固として反対です。あんな怪しげなもんに近づくとか勘弁してくださいよ。急にどうしたんだ野村。いつものお前だったら面白そうだって食いつく話題だろ。飢えてないっすよ。俺はその、むしゃぶるい的な。なるほど、わかったぜ野村。さてはお前、写真が怖いんだろ。そんなことないですって。武士たる者が写真ごときで。いや、野村の言いたいこともわかるぜ。よく言われてるもんな、写真を撮ると魂が抜かれるって。ああ、その一方でただの迷信だと笑い飛ばすやつも増えてるらしいな。いや、迷信じゃないですって。ほら、相馬も知ってるだろ。鴨川沿いの貸し本屋のじいさんが写真撮影した数ヶ月後にぽっくり行っちまったって話。あのお年寄りは70を過ぎていたと思うな。大往生じゃねえかそれ。しかも数ヶ月後じゃ関係ねえだろ。へえ、魂が抜かれるんだ。いいこと聞いたかも。ねえ土方さん、せっかくだから今度写真を撮りに行ったらどうですか？普段から島原の娘さんたちに役者みたいって言われてる副長にはぴったりだと思いますけど。おい掃除、あちこちで余計なこと言いふらすんじゃねえぞ。おい、てめえら、はしゃぐのはいいがほどほどにしとけよ。こっちは考えることが山ほどあって写真どころじゃねえんだよ。問題ってほどの話じゃねえけどな、ここんとこ西本願寺から文句があってな。新選組が来てもう3年も経つし、いい加減そろそろ出てけって言われてるんだよ。なんだ
いつものことじゃないですか。そんなの気にせず放っておけばいいのに。それがどうも今回は本気らしくてな。いつになくしつこく言ってきやがる。まあ、五両英治が分離したのは西本願寺の連中も聞いてるだろうし、あれでゴタゴタしてると見越して強く出てきたんだろう。ずる賢い坊主どもだぜ。で、どうすんだ土方さん。言われっぱなしでいいのかよ。当然このままでいいとは思ってねえよ。だが毎日文句言われるのも面倒だ。今んところは様子見だが、場合によっちゃ頓所の移転も考えねえといけねえかもな。停滞した幕府は淀んだ池と同じだ。表面は泣いでいても、そこは濁っている。だから俺は流れる川にこそ未来があると考えた。そのために新選組を離れるつもりだ。俺も迷ったんだけどさ、新選組にいたらできないことがある。見つけられないものがある。離れたところで本当に見つかるかもわからねえけどさ、俺はそれを探してみたいんだよ。そんな顔すんなよ千鶴。死に別れるわけじゃねえんだしさ。平助の言う通りだ。笑えとは言わぬが、悲観する必要はない。たもとを分かとうとも目指すところは同じ。ならばまた会うこともあるだろう。みんな、揃っているからね。ただいま戻りました。今日は随分と賑やかですね。お帰りなさい、近藤さん。源さんに、島田君も。ああ、ありがとう。ところで、掃除も起きていたんだね。大丈夫なのかい掃除。今日は幾分調子が良さそうだが。冬の寒さに参ってただけですから大丈夫ですよ。今朝は久々に大使に稽古もつけたし、いつまでも寝ていられませんから。そうかそうか。だが無理は禁物だぞ。風も落ち着いた時が怖いというし。で、会津からの呼び出しは何だったんだ。会津港たっての頼みということで、少しばかり珍しい仕事を任されてきたよ。お、なんだなんだ、打ち入りか。
それとも戦か。いえいえ、そんな大事ではありません。今度幕府の偉い方が写真を撮影するらしくてな、新選組でその方を警護してほしいそうだ。ということで、先日説明した通り、我らが向かうのは最近できたばかりの写真館だ。今日そこに幕府の偉い方が撮影のためにいらっしゃる。我らはその警護を任されたわけだ。写真を撮るだけでわざわざ警護ね。そういうことはよっぽどのお偉いさんか。秘密で名前は聞けなかったが、どうも江戸城に出資されているらしいぞ。それは責任重大ですね。失礼のないようにしなければ。間違えるなよ。俺たちがやるのはそのお偉いさんを守ることだ。失礼かどうかはまずは守ってからの話だぜ。で、お忍びらしいから警護の人数も目立たねえようにって話なんだが。ちと多すぎるんじゃねえか。雪村まで連れてきやがって。まあまあいいじゃないか。トシ、幹部が留守にしている豚書より近くにいてもらった方が雪村君も安心だろうし、警護の人数も大いに越したことはない。何かあっても対処が容易だからな。まあそりゃそうだけどよ。いや、だってちょうど当初で写真の話をしてたとこだったろ。そこに写真館の警護なんて言われたら行くしかねえじゃねえか。つうか、あわよくば警護の終わりに撮影できねえかと思ってんだろう。最近は役者の娘と写真を撮るのが流行りだって聞いて目を輝かせてたしな。それはそれ、これはこれだ。仕事はちゃんとやるからよ。あの木の箱が噂に聞く撮影機、カメラとかいうやつか。けどどうやって写真撮るんだ。ただの箱にしか見えねえぞ。ちょっ、叩かないでくださいよ長倉さん。そこから妖怪が飛び出てきて魂とか抜かれたらどうするんすか。そりゃねえと思うが。うっかり壊すんじゃねえぞ新八。目玉が飛び出るぐらい高いらしいぜ。というか野村、そんなに怖いなら
豚所に残ればよかったんじゃないか。そりゃ俺だってそうしたかったって。寿命が減るとか怖えし。けどみんなこっちに来るって言うから、豚所に残ってるのも寂しくて。いらっしゃるまでにまだしばらくかかるそうです。まずその前に役者が来るとか。それがな、どうも連絡の不備があったのか、写真館でも知らねえらしいんだ。ひょっとしたらどこかの大名がお忍びでいらっしゃるとか。どうだか、わざわざ町の写真館に来るなんざ、水郷のお人には間違いねえだろうがな。綺麗な女役者が目当てのスケベ大名かもしれないっすね。お疲れ様です、局長、副長。写真館の方は何と？ああ、この後すぐに役者が来て撮影の準備を始めるそうだ。その一刻ほど後に幕府のお偉いさんが来る。それまで多少は自由にしてて構わねえぞ。そうだな、幕府の方がいらっしゃるまでにはまだだいぶ時間があるのだ。役者ももう来なければおかしい時間のはずだ。それもありえない話ではないが。つうか、どうすんだよ。これじゃ幕府のお偉いさんが先に着いちまうぜ。お偉いさんを待たせるとなるとちょっと気まずいんじゃねえか。ああ、分かってる。だから今相馬と野村を写真館の人のところに向かわせたとこだ。大変っす、大変なことになりました。落ち着け野村、大変ってのはどういうこった？はい、半分当たりです。ただそのなんというか。俺たちに遠慮しなくていい。聞いた話をそのまま報告しろ。承知しました。実は写真館の人に聞いた話によれば、役者はすでに来ていたらしいんです。ですが新選組が警護だと聞くや否や、そのまま去ってしまったと。はあ、なんだそりゃ。つまりあれか、その女は新選組のことを嫌がって逃げちまったってことか。はい、誠に申し上げにくいのですが、そういうことになるかと。なるほどね。今日の人に怖がられるのは今に限って話じゃないけど、どうします土方さん。何言ってんだ、
俺たちの仕事は怖がられてなんぼだろうが。だが地味に傷つくな。今日の治安を守ってきたつもりだったんだが。近藤さん、今は黄昏れてる場合じゃねえぞ。そうだな。俺たちの悪評が理由で役者が逃げちまったわけだしな。新選組に警護を任せた会津港も面目丸つぶれったわけだ。その言い訳で上の人が納得するなら誰も苦労はしないんだけどね。だな。俺たちや会津港を叩きたい連中なんて山ほどいる。そういう連中にとっちゃケチつけられる口実があれば何でもいいだろうさ。はい、それも聞いてみました。やはり写真を怖がる者も多く簡単ではないらしいのですが、以前に役者を引き受けてくれた芸妓が島原にいるという話です。島原か。微妙な距離だな。しかもその役者を見つけて連れてくる必要があるんだろう。それでも何もしないよりマシだ。よし、原田、新橋、お前らも相馬や野村と一緒に一っ走り島原へ向かってくれ。あの辺りには詳しいだろう。わかった、任しとけ。できる限り急いで行ってくるぜ。もしお偉いさんが来ちまったら何とか引き伸ばしてくれ。わからん。こればかりは祈るしかないな。だがこちらもただ待つわけにはいかん。まずは写真館の者に詳しい話を聞こう。だな。これから来るのが話のわかるお偉いさんならいいんだが。待ってください近藤さん。そんなに焦らなくてももっといい解決策がありますよ。何？本当か、掃除。要は来られなくなった役者の代わりがいればいいんですよね。ならここに敵役がいると思うんだけどな。最近忘れがちだけど君ってさ、一応女の子だよね。まずは着替えてみようか、千鶴ちゃん。心配すんな。こうしてみりゃそこらの役者とそう変わらねえよ。ああ、よく似合っているぞ、雪村君。立派な役者のようじゃないか。だが本当にすまない。俺たちの不手際のせいでこんなことまでさせてしまって。大丈夫。孫にも衣装って言葉があるから。
そうだけど。本当に助かりました。まさか新選組の演者の方に引き受けていただけるとは。突然役者が帰ってしまって、私どもも途方に暮れていたんですよ。ええ、笑顔でお願いします。そして失礼のないようにしていただければ、それだけで十分です。ここがその写真館か。ずいぶんと洒落た建物だな。結束を深めるために記念撮影なんて素敵でしょ。それに西洋文化に触れるいい機会よ。皆も見識を広めてちょうだいな。しかし来るのが早すぎたのでは。予定では夕刻だったはず。誰かやってきたようだ。おそらくあれがここの写真館のものか。おっさん、ここが写真館で間違いないんだよな。あなたが写真館の店主かしら。約束していた御両衛寺の伊藤ですわ。確かに受けたまわっております。本日の写真撮影の件ですね。ですが撮影は夕刻と伺っております。少しばかり早すぎるのでは。それは重々承知ですわ。けれど夕刻に別件が入ったので早めにお邪魔させてもらいましたの。遅れるならまだしも、早く来る分には問題ねえだろ。ですがこの後別のお客様の撮影が控えておりまして。ああ、兄貴の話聞いてたのかてめえ。こっちは急ぎっつってんじゃねえか。やめておけミキ。店主を脅しても何もなるまい。なあ写真師のおっさんよ、次の撮影ってのはいつ頃なんだ。それまで間があるんならパパッとこっちの撮影できねえかな。そうですね、後に差し支えない時間でしたら。何か用か、そこの姉ちゃん。ひょっとしてあんたは写真館付きの女役者か。最近は京娘と記念撮影をするのが流行りだと聞いていたが、どうやら事実のようだ。そりゃどうせ写真を撮るなら隣に綺麗な姉ちゃんがいた方が記念になるもんな。
けど、なんかお前どっかで見たことあるような。見てどうした？俺の顔になんかついてんのか？待てよ。やっぱお前の顔に見覚えが。ああ、思い出したぜ。2年くらい前、どっかの老子に絡まれてたろ。そんで俺と掃除が助けたんだ。そうだよな、忘れちまったのか？そうか？俺記憶には自信があるんだけど。おい、なんだよ、俺なんか変なこと言ったか？先ほどから何をしている、平助。用もないのに女子に話しかけるな。その娘も迷惑だろう。おお、そうだな。悪かったよ。何してるの、東堂君に斉藤君。これから撮影を始めるわよ。ついていらっしゃい。お、うまく話がついたんだな。さすが伊藤さんだぜ。他の客が来るという話だからな。早めに撮影を済ませるとしよう。それでは他の部屋で待機していてくださいますか。今の方々は役者が必要とは言っておられなかったですし、幕府の方がいらっしゃったら改めてお呼びしますので。こんなとこにいたのかよ、役者の姉ちゃん。
撮影前に聞きてえことがあってさ、探したんだ。あのさ、変な質問になっちまうけど、茶化さずに真剣に答えてくれ。写真ってさ、本当に魂取られたりすんのか。失礼なやつだな。なんだよその反応。みんなに聞いたら笑われそうだから恥を忍んで聞きに来たってのに。おお、やっぱそうだよな。俺もそうだろうと思ってたけど、ミキのやつが脅してくるからさ。つうかお前の言葉遣い、江戸のもんだよな。なんで今日で役者なんてやってんだ。父を探しに。そうだったのか、親父さんを。で、見つかったのか。だよな、こんだけ人が多いとなかなか見つからねえよな。それで役者やりながら探してたのか。俺の知り合いにも親父さんが行方知れずになっちまってずっと探してる子がいたんだよ。女だてらに一人で今日に来てさ、危険な目にあっても諦めなくて。俺もたまにだけど一緒に探してやってたんだけど、今は疎遠になっちまったんだよな。会いたいことは会いたいさ、でも会うのは難しいかな。俺約束してたんだ、絶対に親父さんを見つけてやるって。その約束を果たせねえまま別れちまったし、さすがに会わす顔がねえんだよな。悪いな、長々と語っちまってさ。かっこ悪い話だったろ。なんだよ、知ったふうな口聞いて。慰めてくれるのは嬉しいけどさ、お前には分からん。え？千鶴。お前がここで役者してるとか、わかるわけないだろう。つうかどういう状況だよ。新選組はこのこと知ってんのか。ここに新選組が来てるって。
つはまずいな。最近伊藤さんが変なんだよ。俺たちと新選組ってさ、あくまでも同盟ってことで分離しただろ。けど最近の伊藤さんは新選組を小馬鹿にしてるっていうかさ、新選組とは表立って敵味方に分かれるとか噂まで立ってるんだ。新選組が警護してるって聞けば何かしらのちょっかいは出すだろうな。新選組のメンツを潰せる機会だって伊藤さんはともかく三木は言い出すだろうし、そんなに心配すんなって、俺に任せとけ。俺は新選組を辞めたけど別に嫌いなわけじゃねえから。伊藤さんと行動は共にしてるけど新選組とことを構えようなんて思ってねえし。東堂くん、どこにいるの？まずい、隠れろ。千鶴、お前の正体がうっかりバレるかもしれないし、伊藤さんに会わせるわけにはいかねえ。ここは俺が何とかする。任せとけって。本当はさ、お前と会えたんだからもっとゆっくり話したかった。2ヶ月離れていただけなのにお前の姿がないのが寂しくてさ。俺が引きつけている間にお前は新選組のみんなのところに行け。ああ、あの伊藤さん、これにはちょっと訳があって。はい、私は伊藤ではありませんが、何か。え、あれ、伊藤さんは。役者さんも一緒とはちょうどいいです。写真を撮る順番が詰まっているので、さあ庭の方へどうぞ。え、ちょっと待ってくれ、写真を撮るのは俺じゃなくて。なんかわかんねえけど一緒に写真を撮ることになっちまったみたいで。あのさ、お前はいいのか？もちろん大丈夫に決まってる。魂を取られるわけにはいかねえさ。この撮影が終わったら写真を大事に撮っておいて見るんだから。離れてても隣にいなくてもお互いのことを思えるように。あ、約束だ、今度は破らねえからさ。